今日も皆さんこんにちは、ドレイクです。今回もレイズのシリーズを紹介したいと思います。また美味しそうな味が出たのでそちらを紹介したいと思います。それはこちらです。レイズコリアンバーベキューの紹介です。コリアンバーベキュー、韓国の焼肉の味ですね。こちらにバトルみたいなのがありますね。レイズのハニーバーベキュー対レイズのコリアンバーベキューがあります。ハニーバーベキューは3年前にレビューしましたね。ハニーバーベキューはね結構美味しかったので、こちらはハニーバーベキューより美味しいのか期待してます。でこちらもレイズの会社が考えた味です。後ろはこういう感じですね。他にもバトルがありますね。チェダー&サワークリーム対スモークドグダ&チャイブ、ハニーバーベキュー対コリアンバーベキュー、フレーミングホット対ファイヤーローストハバネロ、シーソルト&クラックペッパー対オリーブオイル&ハーブズの4つのバトルがあります。思ってた通り少ないです。色はパッケージとは違いますね。ハニーバーベキューに少し塗っています。それではいただきます。肉のね味がそのままで美味しいですね。肉を固めた感じになっていますね。であとソースの味も結構いいし、少しなんか焦げ目みたいな味があって美味しいです。ものすごくうまいですね。こちらは超うまいと思います。僕韓国のね焼肉とか大好きなので、こちらはいいアイディアだと思いますね。点数は100点です。ほんとそのままの味だし、実際に焼肉を食べている、コリアンバーベキューを食べている感じがしたので100点満点ですね。であとハニーバーベキューより美味しいですね。ハニーバーベキューも結構好きですけど、やっぱりこっちの方が好きだと思いますね。コリアンバーベキューが勝ちましたね。期待してよかったですね。今回は人を騙さなかったし最高に美味しかったです。 Lay's Korean Barbecue の紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。